美脚になりたい人は今回のスクワットがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの30秒エアーチェアスクワットというのを紹介していきます。今回用意していただきたいものがペットボトルを用意してほしいです。ペットボトルをですね、 500ml を2本と、もちろんない方は今回しょうがないと思うんですけども、できればペットボトル2本、500または1リットルまたはですね、こういったこういうお酒が入ってた5リットルぐらいのペットボトル1本あると効果的にエクササイズが行えます。メリットとしては、太もも裏をしっかり鍛えることができるので、足を細くしたい人、前ももがムキッとしてる人、前ももが硬い人、そういった方には今回のスクワットがおすすめです。ペットボトルを使って体を動かすことによって筋肉全体を使うことができます。バーピーほどではないんですけども、しっかり太ももの裏を使いながら上半身も使えますので、足痩せしたい人、痩せたい人にはおすすめなスクワットです。デメリットとしては、腰痛の方はちょっと腰が痛くなるかもしれないんですけども、そういった方はペットボトルなしとかでね、同じようにやってもらえたら良いかなと思います。今回は30秒間一緒に行っていきましょう。ではやり方を説明します。ペットボトルをですね、両手で持ちます。2本ある方は2本持ってください。で、このような大きいペットボトル持ってる方は両手で持ってください。足をですね、つま先をまっすぐ向けます。で、前鏡になるんですけども、股関節をしっかり後ろに引いてですね、ペットボトルを上げた時にしゃがむ、下げた時に後ろの足を伸ばす、下げる下げる、こういう感じです。で、体をですね、まっすぐ起こしちゃうと膝が出て、股関節が前に出てからですね、前ももに効きやすくなるので、股関節をしっかり引いてですね、体はまっすぐになりきらない、これぐらいです。これぐらいになっちゃうと膝が出るので、股関節を引いたままですね、体を動かしていきます。これを一緒に30秒間行っていきましょう。ペットボトルない方はですね、手は普通にフラットにしてもらって、こういう感じで股関節を引いたままですね、行ってもらえたらと思います。で、裏ももがですね、膝が伸びた時に裏ももが伸びますので、裏ももにしっかり意識してスクワットです。裏ももをしっかり使ってる意識を持ってですね、股関節をしっかり引いて一緒に30秒間行いましょう。では行きます、スタート。股関節をしっかり引いて、こういう感じです。はい、オッケー。お疲れ様でした。たったの30秒。普通にスクワットだけ30秒よりも、上半身も動かしてますから、ちょっと意識がね、足ばっかりにいかなくなるので、結構楽にできたと思います。楽だってよって方はですね、30秒間を行って、20秒休む、30秒行う、20秒休む。そういった感じで、ヒートのようにですね、脂肪燃焼効果を上げてもらって、それを10セットとかやるととても効果的です。ペットボトルがなかった方はですね、ちょっと物足りないかもしれないんですけども、できればペットボトルの500または1リットルぐらいをですね、持っててもらって、まあ、ダンベル持ってる方はいいんですけども、持ってない方は、飲み干したペットボトルに水入れてですね、筋トレ用に使ってもらえたらと思います。こういったね、大きいペットボトル意外と捨てると思うんですけども、結構エクササイズにも使いやすいです。で、5kg、重すぎず軽すぎず意外と使いやすいので、こういう風に持ちやすいですし、こうやってね、振ったりして体幹鍛えることもできますんで、こういった大きいペットボトルはぜひね、捨てずにキープしてエクササイズに使ってもらえたらと思います。今回腰がね、痛い方はもしかすると前鏡になるとですね、腰が痛いってなるかもしれないんで、まあそういった方はですね、あんまり体を振らずに、まずはペットボトルだけ持って徐々にやってもらえたらと思います。で、太ももの裏がですね、しっかり伸びるので、ストレッチする、鍛える、ストレッチする、鍛えるっていう風に動かしていきますから、こう裏ももを使う意識がね、すごくできやすいです。ですので、前ももばっかりね、効いちゃうよって方は今回のスクワットおすすめです。上半身も動かしますから、背筋しっかり使えてます。ということで、頑張った方、勉強した方、よかったらグッドボタンやコメント、シェアもよろしくお願いいたします。チャンネル登録されてない方はですね、短時間で効果的に効くエクササイズを紹介していきますので、登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。